稲葉神社は、岐阜県岐阜市にある神社である。濃国産の宮で、旧社格は、国平商社、式内社、濃国厚見郡物部神社の論者である。水人天皇の第一王子で、この地の開拓神である五十慶敵入彦命を、主祭神都市、火の厚しのしび姫命,命、母の日和姫命、外祖父の彦、王の国彦命、進化の物のべと地根命を廃止する。 これらの神を稲葉大臣と総称する。社殿によれば、五十景時期入彦命は、朝廷の命により、欧州を平定したが、五十景時期入彦命の成功をねたんだ、仏守まる駅の残言により、朝敵とされて、現在の稲葉神社の地で撃たれたという。社殿によれば、慶光天皇十四年、竹内すくねが、稲葉山北西の椿原に五十景時期、 イリヒコ命を祀ったのに始まるとされる人神の乱の際に天武天皇が当社に戦勝を祈願したという天文8年斎藤道蔵が稲葉山に稲葉山城を築城するにあたり現在地に遷座したこの際その地にあった物部土地で命を祀る物部神社を合祀し稲葉山城の鎮守とした以降も岐阜の総参道人として厚い数計を受けた 明治6年に県社に列格し、昭和14年に国平商社に昇格した。縁起式新名町では、美濃国厚見郡の神社として、稲葉神社の社名は記されていないが商社として、物の神社の社名があり、これが当社に合祀された物の神社であるとされる。あるいは当社自体が式内物の神社であるとする説もある。美の国神名庁には、正一稲葉大臣、 15位下物部明人と記載されている、重要文化財岐阜県指定重要文化財岐阜市、指定有形民族文化財岐阜市のちづくり団体人人の会によって企画され、2019年11月、現在岐阜県内の13箇所において行われている、金の御朱印企画に参加しており、毎月最終金曜日限定で、通常の御朱印とは異なる金をあしらった。 ご主員が発行されている、公共交通機関 JR 岐阜駅、または、名鉄岐阜駅から、岐阜バス、N80 高富業ほか、行き先番号、N32 から、N86 の岐阜公園、高富方面行き及び、市内ループ左回りで、約10分、稲葉通り下車後、徒歩約7分、バスの運賃は片道210円、その他 JR 岐阜駅より自転車で、 約20分、JR 岐阜駅にて、レンタルサイクルの利用が可能。年中行事時点 P56,958 年5月23日、初版発行にし、各異状況編東京堂出版 AB、岐阜市内の指定当文化財一覧。岐阜市。2013年4月26日へ閲覧。石像狛犬。岐阜県。2013年4月26日へ閲覧。 獅子頭。岐阜県。2013年4月26日閲覧。美濃国。第三宮稲葉社本園に。岐阜県。2013年4月26日閲覧。近親者。玉成院。岐阜信長神社。広志本寺。訪寺,寺。稲葉神社。岐阜城。天竜寺。関義光寺,寺。森国幸寺。新長寺。鬼岩公園。 九条8万条の13箇所2019年8月29日付、中日新聞長官岐阜県版16面2019年11月29日付、中日新聞長官岐阜県版19面、ありがとうございます。